久保さん、今回、ザにしましょうか。ザワザワザワ。財産。なんかね、久保さんの動画が終わった後、なんか宗教団体の、なんかあの、安倍さんのやつで、その、安倍さんの、ええー、まあ、撃った、ああ、このお母さんが宗教団体に全財産ぶち込んで、なんかあの、破産したみたいな。で、まあ、そういう戦いきが、るらしいんですけど、なんかね、そのなんか、あの、 弁護団みたいなね。まあ今もなんかいっぱいその被害に遭ってますみたいな。で、まあその宗教の教えで、まあそ、そこの宗教の教えでね、まあその、なんだ、ちょっと名前忘れましたけど、なんかその、財産は神様のものみたいな。あなたの財産は神様のものみたいな。っていう教えがあるらしいんですよ。だから、神様のものですって言って全部入れるみたいな。そう。 で、なんか、びっくりしたのが、なんかあの、聖書みたいなね、本があるんですよ。で、その弁護団の人がね、この聖書だ。これね、いくらだと思いますみたいな。このなんか、こういう普通の本ですよね、聖書みたいな。3000万みたいな。3000万かみたいな。まあ、確かに高いな、みたいなね。さすがにまあまあまあ、うん、それは高いな、と思いましたね。<laughs> まあ、何にお金をじ使うか自由ですけど、まあ、さすがにここに3000万かっていうね、 うんまあまあまあ、僕はすみません。そこはさ、そこに3000万はさすがに払わないですね。うん、要はその、回収できるかなまあ、久保さんだったら回収できそうですけどね。でもこの本に3000、まあネタになるけどなまあ、ヒカくんとかのクラスだったらやってもいいですね。 そのもうすでにそのリーチが確約ある程度確約されてるってことだったらなんかその潜入、潜入お金持ち YouTuber が宗教のものを買っ,買ったらどうなるのかみたいな <laughs> 企画としてこの本3000万ですかみたいな。一括でバーンみたいなね。あ、いいっすよみたいな。じゃあ中身見ていいっすかみたいな。これど これ、く、実際その、限界いくらなんすかみたいな。なんか、まあ、そういう感じで切り込んでいく感じで、金は払うけども、これ限界いくらですかみたいな。じゃあこのお金は結局どこ行くんですかみたいな。この3000万払うけれども、この3000万は神様のもの。じゃあ神様っていうのは具体的にだ、誰のもの、どこに行くんですかみたいな。このお金は何に変わるんですかみたいな。なんかそういうのバズりそうですよね。そう。 それだったらまあやってもいいけど、でもなんかめんどくさいからいいか <laughs>。まあまあまあ、何にお金を使うのかっていうのは人それぞれなんですけど、やっぱね、あの、破滅するお金の使い方と破滅しないお金の使い方っていうのがあると思うんですよね。うん。で破滅しないお金の使い方っていうのは自分の成長のために使うってことですね。自己成長のために使うっていう。 うん、まあでもその宗教の本とかも自己成長になるのかなでも、でもあれは依存じゃないですか。宗教に依存、神様に依存。僕はね、神様にも依存しないし、宗教にも依存しないんですよ。うん。だ依存しないので、あれって多分依存だと思うんですよね。だから自分で生きていくための、なんかその武器ですよね。うん。 だから、久保さんがね、対談で言ってたんですけど、設備投資ですよね。まあ、パソコンはこだわるようになりましたっていうね。お金、どこに使うんですかパソコンにお金使います。まあ、僕もこれパソコン70万ぐらいするんですけど。やっぱ、設備投資ですよね。自分で使うし。し商売道具なんで。そこにはお金かけるし。でも、かけないところはかけないし。うん。なんですかねやっぱ、自分の、この、 ま仕事ってそこからお金を生み出してるわけですからうんそうまあ、パソコンも財産財産っていうのはどういう意味なんだまあいいやまあ、とにかくねちょっとびっくりしましたね財産は神様のものっていう <laughs> あなたの財産は神様のものですよっていうそれで熱いお金を集めてるっていうのがちょっと衝撃的でしたね <laughs> ジャイアンかと思う <laughs> お前のものは俺のものみたいな。うん、すごいっすね。うー、ん、あの本が3、なんか僕、久保さんの速歌塾とか優しいっすね。3000万しないじゃないですか。僕のドリームアカデミーも優しくないですか。3000万の本買うんだったらドリアカ120万の優しいと思うんですけど、いかがですかね、久保さん。<laughs> まあ人それぞれですからね。そう。 いやあの本に3000万払うんだったらドリアかに入って勉強してやったら、まあまあお金稼げると思うんですけどね。うんまあまあまあ人それぞれなんで、はい。お金の稼ぎ方も大事ですけど、お金の使い方もね大事かなと思います。いってらっしゃい。